ちょっと待って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 、おばんでございます。マイクロアウェイさん、たつなみでございます。そして次週浜島でございます。よろしくお願いします。さあ今日は何ですか。今日はですね、辰浪さんと僕で、バイクで暴走したいと思います。今日はあの引かれなくて済むの。私今日は辰浪さんが引くんじゃないですか、何かを。あのね、さっきからね、外でね、警察がウィン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 言ってるんだけど、これ大丈夫？あとね、あっちからなんか狙ってるやつが、ほら危ないよ危ないよ。本当だ。とりあえずそこら中にバイクがいっぱい落ちてるんで、なんか落ちて、バイクが落ちてるって何？バイクが落ちてるはおかしいでしょ。あ、まあ確かに落ちてるね。よし、とりあえず。おー、やったー。さあ、まずこれはですね、チョッパーって書いてありますが、主にアメリカンのバイクですね。アメリカンバイクですね。はい、で、こっちはあのレーサータイプのバイクですね。おー、ストリートバイク、はい、まあレプリカなんて言ったりもしますが、はいはいはい。で、こっちがオフロード。あー、オフロード好き、うん、オフロードのバイク。おー、で、これはクルーズ、アメリカン、クルーザーバイクですね。アメリカンバイクですね。そしてこれは警察車両ですね、多分。あ、さっきからあのピーポーピーポー言ったのこいつか。多分それじゃないですか。なるほどね。さあ、辰浪さん、好きなものをちょっと乗ってください。お、わかりました。はい、私はね、実はね、子供の頃はこういうオフロード系が好きだったんですけど、はい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 、今実はですね、こっち系好きなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。あの刀とかね、あ、忍者とか好きなんですよ。僕は断然ハーレーなんですよ。あー、うおー、早っ早っ。あ、音いいな、なんか音いいね、これ。この、わかりますかね、この、あ、なんか暗いな。暗いね。ちょっと明るくしたい。すごい、道のあちこちにバイクがある。とりあえず、辰浪さんの暴走に合わせて僕は後ろからツーリングしましょうか。了解です、じゃあ行きます。はい、早いな早いな。あ、あれ、辰浪さん、それナチュラルのスピードですか。これナチュラルですよ。ちょっとそれは、そしたらやっぱり、はい、あ、ついてこれてない、ついていけない。おお、なるほど。まあじゃあ僕ちゃんとそういうスピードも考えられてるんですね。そうですね。で、僕はやっぱりハーレーとかに乗って法定速度で走るのが好きなタイプなんですよ。ああ、なるほど。そう、俺はあの暴走野郎みたいな言い方してるけど。です。じゃあ僕は警察署かっこいい。すげえすげえ。あー、でもやっぱそっちの方が早いな。デリリ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 リこれね、右側通行だの左側通行だの関係なく俺走っちゃってるけど、これいいのかな。あー、でもこれ、はい、でも、はい、一周できるのかな、ちゃんと。そうですね、これすごいな、速いな。外側一周できるかも、これもしかしたら。お、あ、なるほどなるほど、これ8の字でいけるわ。あ、そういうことか。あ、これ面白いな。浜島さん、レースしませんか。いいですよ。よし、じゃあこれでいきましょう。はーい、じゃあいきますよ。はい、3、2、1、GO。 やばい、自分が勝ってんのか負けてんのか分かんないぞ、これ。出遅れた、出遅れた。あ、やばい、やった。早くもクラッシュしている。早くもクラッシュした浜島本体が。あー、でも確かにこれ後ろ見れないの怖いな。バックミラー欲しいな、これ。よーし、
よし、センターを駆け抜け。いいぞいいぞ。これはもうコースアウトした時点で浜島さんの負け確じゃないですか。そう、これは張り合いのない勝負だな。張り合いがない勝負ですよ。同じスピードなんだもんな。はい、ゴール。なんですかなんですか、その低たらくは。いや、僕もですね、はいはい、やっぱ動画なわけじゃないですか。はいはい、僕が前にいたら後ろが見えないからね。F5 を押して後ろ向きで走ったわけですよ。なんで F5 を押してんの。浜島さん、浜島さん、はい、その橋見えます、橋、うん、陸橋、それ渡ってきてくださいよ。はいはいはい。ちょっとこれ、おう、これちょっとどうすか、モトクロスですよこれ。なるほどね。ここでちょっと気合いの入った一勝負を。これは完全にモトクロスのレース仕様ですね。モトクロス、そう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 、モトクロス仕様ですよ。ちょっとこれ行きましょうよ。行きましょうか。ていうかエンジンうるせえ。うるさいですねこれ。行きますよ。はい。3、2、1、ゴー。おー、音うるせえなこれ。うるせえ。音めっちゃうるせえ。しかも安い音してんな。あ、おー、グラファイト抜かされる。あっと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 。これちょっとむずい。あ、おー、ちょっとこれむずい。あー、やばいやばいやばい、差が開いてくる。待って、え、何？こっちか分かんない。おー、こっちだ。レースゲームうまい、もしかして。うまくすか。うん、いや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 、そんなそんなそんな。え、なんか早くない？苦手なコース、苦手なコース。おお、今のとこ大丈夫かな、流されないかな。感じで、もうそろそろゴールが言いやすい。そうかそうかそうか、なるほどね、なるほど。あれ？あれ？あれ？どうした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 ？いや、僕心の中ではすげえ競ってた。もう今かと、後ろにすぐ後ろにいるんじゃないかと思ったけど、いや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 、すぐ後ろまでのデッドヒートを繰り広げてましたよ。隣には5秒ぐらい経ってたから。ちょっとあのね、これあの逆でいきましょう。あ、逆で、ちょっと泣きの1回お願いします。わかりました。いきますよ。はーい。3、2、1、ゴー。さあ、じゃあちょっと僕は逆に後ろから攻めてみようかな。舐め切ってるな。余裕感を出していこうかな。舐めプだな。ちょっとね、それはなんかね、軽く押されてる。おかしいでしょ。なんでなんでなんで、え、なんでなんでそんなうまいの。いや、なんでかは分かんないですけど、とりあえず程度早く動いてます。なんでなんで、めっちゃ速いんだけど。何このね、俺がめっちゃマイクラ下手みたいな感じになってるのが許せない。おいおいおい、ちょっとちょっとちょっと、あんま本気出さないの。道がすげー本気出さないの。本気出さ本気出さ今壁から突き抜けてきたな。それで負けてんだもんな。いや、おかしいでしょ。え、ちょっとマシン性能の問題、これ難しいな。とつみさん、何色がいいですか。俺黒。黒黒がいい。じゃあ僕は黄色かな。お、で、ゴーって書いてるから、もうこれはもうこっち向きに行けってことでしょ。そういうことでしょうね。よし、
じゃあいきますよ。じゃあまた立浪さんがスタートした後に行こうかな。何秒後に行きますか。じゃあ2秒。2秒ですね。 OK です。もうさ、完全にダメ切ってるでしょ。いやそんなことはないっすよ。じゃあもう、もうゼロで行こうよ。ゼロでガチンコで行こうよ。いいんですか、本当に。よし、行くよ。はい、3、2、1、ゴー。スタートが早いな。さてさてとかもう余裕かましちゃって、おお、すげえすげえすげえ、近い、行くんだ。待って、2人ともラストが詰まってる。どこ行ったおかしいでしょ。そういうのは2人してボーンってコースのとこ出てさ、ねえ、なんか知らないけどショートカットして終わっちゃってるでしょ。僕ショートカットしてないですよ、今。ショートカットしてないよ、本当に。ちょ、もう一回、今のはコースアウトしちゃったから、もう一回。コースアウト難しいな、これ。いやー、3、2、1、ゴー。さて、難しいぞ。ちょっとちゃんと目を開いていかないと。無言だもん。詰まった。無言ですよ。真剣。ダメだ。めっちゃコースアウトする。なんとも僕は大丈夫。なんで同じところでコースアウトじゃないんだよ。もうダメ、もうクソゲー。やめ。はい、バイクでした。バイクでした。雑。はい、ということで、コンテンツ名、作品名何でしたっけ。なんだっけ。バイク。バイクということでございます。いかがでございましたでしょうか。なんかすごいバイク感はありましたね。バイク感はありましたね。あの、すごい風になれるコンテンツじゃないかなと思います。あと、成り立ての友達同士では遊ばない方がいいかもしれないね。じゃあそういうことで、バイクということでございまして、いかがでございましたでしょうか。今後のクラウティングの参考になっていただければ幸いでございます。ぜひ動画の高評価、あと NSS SNS でのシェア、チャンネル登録もね、ぜひポチッとしていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。それでは、次の動画どういう動画になるか分かりませんけども、お会いいたしましょう。じゃあなー。じゃあねー。ちなみに辰波さん、バイクの免許って持ってますか。あ、持ってません。無免許運転だった。無免許運転でした。中免欲しかった。僕、大型持ってます。すげえ。